歴史ごっこと、ざっくり解説。始めるぜ。今日紹介する人物はこちら。歴史ごっこという概念。解説する人物に親しみを持ってもらおう大義名分に、アラサーの演技素人野郎が今日紹介する人物を演じて、自己満足しているパートです。架空の映画の CM という設定で作っているので、フィクション性高め、エンタメ性重視、やばそうだろう？だからやってんだよ。苦手そうなら解説パートまで飛ばせばいいと思うよ。歴史ごっこ、スタンバイ。よもすがら、ちぎりしこと、忘れずは、コイン涙の、色ぞゆかしき、か。これは、餅つきになれなかった男のお話。これはもはや決まったことにございます。私と父が決めたことに異を唱えないでいただきたい。輝かしい経歴を歩む若き金たち。気にすることはない。そなたのことはよく聞き及んでおる。では参ろう。その生涯はただひたすらに流転と変転を繰り返す。気に入らぬ。かような弓比べで何がわかる。我らに遅れを取っておきながら、いまいましい。これからは私が父上に代わって祭りごとを行うべきであろう。しかし彼の命運はすでに狂っていた。なぜじゃ、なぜあの男がうちの長者となるのじゃ。入道にはめられたのじゃ。入道めに。映画光らずの君へ、公開予定なし、乞うご期待。我が子よ、そなたは私のようになってはならない。出家でもして気ままに生きよう。藤原のこれちかは、藤原の道長と争い、そして敗れたことで有名な平安時代の貴族です。彼の父親は藤原の道高、道長は叔父にあたります。道高は自身の妹千子を母とする一条天皇の擁立に成功し、朝廷内での名声を高めていました。道高は自身の子これちかや高家をどんどん高い地位につけます。しかし道高の強引なやり方は同じ藤原氏の中でも不満を持たれ、また道高は自身の娘定子を一条天皇に受胎させています。これちか自身も儀式の方法等をめぐり周囲の苦行と対立していたようです。ただしこれちかは漢文に通じた気品のある人柄で、定子に仕えた清少納言は枕草子の中でしばしば好意的にこれちかの様子を描いています。しかしこれちかの運命に暗雲が立ち込めます。父道高が病に倒れたのです。この時道高は一条天皇に相談の上、自身の代役にこれちかを据えます。しかしこれちかは代役ではなく自身への完全な権利の譲渡を希望。一条天皇はこの時のこれちかの態度に不信を抱き、この後道高が亡くなるとこれちかの叔父道兼ついで道長を宇治の長者に任じます。道長とこれちかにこんな逸話があります。道高が存命の頃、道長とこれちかが比べ弓を行い、道長が我が家から帝や妃が出るなら的に当たれ、摂政や関白となるなら的に当たれ、そう願掛けをして矢を命中させ、これちかは外してしまい、道高がそれをやめさせたというものです。このエピソード自体は創作である可能性も高いですが、道長は政敵としてこれちかの前に立ちはだかります。ある時一条天皇の先代火山上皇が出家の身でありながらある女性のもとへ忍びます。この時これちかは火山上皇が自身の思い人のところへ通っていると誤解、従者たちとこれを妨害しようとしたところ、従者の放った矢が火山上皇の衣服に当たります。道長はこの事件を利用しこれちかやその兄弟を左遷、これちかは太宰府へ送られました。この後京へ戻りますが、やはり道長の名声には及ばず、またこの頃にはこれちかにとって重要な後ろ盾ともいえる定子が死亡。この後呪詛事件への関与を疑われたこれちかは出仕を一時停止され、後に許されますが、かつての勢いが戻ることはなく、失意のまま37年の短い生涯を終えます。彼はこう道政に、人に従って生きるより出家をせよと言い残します。道政は歌人として優れた才を示すものの、
道長の家系との差は埋まりませんでした。しかし、これ近の弟、高家は、地位こそ道長に及ばなかったものの、とある出来事で日本を守り、歴史に不朽の名を刻みました。彼はこれ近の死後、太宰府の長官として赴任していました。その頃、女真族と見られる集団が、壱岐や対馬を襲撃、いわゆる、トイの入港が勃発します。この時、高家は、司令官として防衛に当たり、撃退に成功。その後も彼は生き続け、道長の死後、66歳でこの世を去りました。というわけで今回、望月になれなかった男、藤原惟一を紹介しました。はい、最後までのご視聴ありがとうございます。演技派歴史ごっこの自称イケボのサラリーマン、姫崎と申します。若干鼻声なんですけれども、チャンネル登録をしてくださっている皆さん、最近ですね、チャンネルの動画の更新がですね、少し滞っておりまして、申し訳ないというか、申し訳ないというか、それでもチャンネル登録を解除せずにいてくださって本当にありがとうございます。実はですね、ちょっとまあ今年はね、例年以上に花粉と黄砂がきついということがありまして、だいぶ喉と鼻がやられていて、ちょっとねコンディション的にお踊りができねえなっていう日が結構続いていて、動画の作成が滞ったりとか、あとは単純に残業とか休日出勤とか結構多くて、あとそんな中でもですね、まあ、1枚だけ、4月にですね、私はちょっとプロ野球のね、千葉ロッテマリーンズ大好きで、遠方にもかかわらずロッテファンでですね、ちょっとそのZOZOマリンスタジアムに応援に行ったりということをしていたので、少し動画の作成が滞っておりました。まだ喉に関してはちょっと本調子では正直ないんですけれども、まあ、これぐらいのコンディションではもう取っていかないとっていうね、感じかなとは思いますので、おとどりの方は再開してまた動画を作っている次第でございます。まあ週やっぱり2本ぐらいはね、やっぱ動画出していかないとっていう立場なんで、まだまだね、本当に1週間動画を出せないという時期はね、チャンネル登録して作ってから初めてだったんですけれども、やっぱり1週間休むだけでこんなにインプレッションって言って、YouTube がね、おすすめとかにしてくれる回数っていうのはやっぱり正直に減っちゃうんで、やっぱり動画コンスタントに出していかないとなと反省した次第でございます。今回はですね、完全にね、ちょっと休み明けという意味では、ね、前回の新田義雄ってうちの動画がよく室町時代の動画を出しているんで、それで行ったんですけれども、体調が多少マシになってからね、ゼロから作った動画っていうのはこの藤原のこれちかの動画が初めてだったんですけど、復帰一発目っていうことでですね、再生回数もいつもよりは落ちるだろうなという目算もあって、だったらちょっといつもとね、違う時代とか取り上げたいなと思って、どうする家康が今半分弱ぐらい終わりましたけれども、来年のね、大河ドラマ光る君へというのが平安時代の大河ドラマなんで、少しずつ、このドラマ、このチャンネルでもですね、平安時代をプッシュしていきたいなと思っていたので、平安時代の人物を、取り上げました。それでですね、藤原の道長じゃなくて、藤原の道長に敗れた藤原のこれちかを、選ぶというのがね、この、ちょっとひねくれた姫崎チャンネルらしいなと思うんですけれども、光る君へでも登場するんじゃないのかな、道長に敗れてしまった源氏じゃないわ、藤原氏の貴公子ということでね、結構難しいのがこの時代って、枕草子とか映画物語とか、枕草子はね、清少納言さんが書いた、いわゆる日記みたいなもんなんですけども、映画物語とかってのは結構藤原道長とか、をねですね、よく描くっていうのがですね、大きなテーマとしてあるんで、道長と対立した例えばこれちかなんかはあんまりよく描かれないっていうのがあって、実像どんな人だったのかなっていうのが結構難しいところもあるんですけれども、割と従来のイメージに近いテイストで演じはしたのかな。結構藤原のこれちかって枕草子でよく描かれていることもあって、結構イケメンというか品があるというかね、なんか貴公子然としてるし、素養もあるんだけど、ちょっとなんていうか人の上に立つ器じゃないみたいなね、そんな感じのイメージをよく持たれる人物なんですけど、それに近い感じで、演じたし、セリフとかも選んでね、作ってみた感じでございます。少しずつね、一緒にあと8ヶ月ぐらいかなかけてですね、光る君への
準備運動というか予習をしていきましょう。ではですね、また動画の方、テンポよく出していけたらなと思っております。次回はまたですね、このチャンネルの主力商品である室町時代に行こうかなと思っておりますので、よろしければ、そちらもご覧ください。それでは歴史の世界の片隅で次回もお会いしましょう。目先でした。またね。